両キャプテンを先頭にして画面の左側がホームのギラバン北九州、そして右側がアウェーの福島ユナイテッド FC です。奪った山藤、上がっていく、そこにボールが出る、中には水永、クロスが入った、水永にアンカーヘッド、枠を捉えきれませんでした。フリーで待っていたんですが、水永のヘディングはゴールの左、ここで奪ってすぐに自分が前に走っていきました山藤です。そしてこのピンポイントのクロス、樋口、浮き球、落としたボール、小豚シュート、枠の左、反転してからシュート、左足、利き足とは反対足で持っていきました。福島もいいシーンを作りました。ニュード上がっていく、ニュードが中央、遠くから狙ってきた、枠の左、ポストをかすめるようなシュートでした。橋本が打ってきました、距離はありますがこの橋本思いっきり打ってきました。ニアサイド、ヘッド、サイドネット、最後は加藤貢献、長身生かしてゴール方向をヘディング、しかしサイドネットを揺らしました。このまま0対0でいくか、それともゲームが動くか。左サイド落とした、星シュート、枠の中に入った、先制ゴール星、前半アディショナルタイム、少し距離はありましたがボレーシュートが決まっています。左サイドからこの小豚がうまく体を張って、そしてボールコントロールして、この芸術的なボレーシュート、橋本のキック、中央へヘッド折り返した、山岸なんとか触った、もう一度コーナーキック、今度は右サイド、ここは長身センターバックの岡田、187センチその長身を生かしたヘディングでした。縦へのボール、金井からワンタッチ、変わったばかり、シゲ、シゲ打てるか、シゲ切り返した、シゲシュート、枠の右、いい切り返しから打ってきました、コンパクトに左足振り抜きましたがサイドネット、花井からワンタッチのボール前線へ、ここで長身の岡田に競り勝ってのシュート、長身の選手が集まる、ゴールへ向かっていく、いいボールが入ってきた、枠の右、直接ゴールネットを揺らそうとする、先ほどの橋本のキック、キーパーとディフェンスラインの間を狙ったようなこのボールが流れていきました。完全に引いて守っている福島、裏へのボール、折り返した、浮き球、押し込めるか、池本、しかし笛が鳴っている、北九州のファール、密集の中でファールがありました。時間を使う福島、勝ち点3はあとわずか、ここで試合終了、福島前半アディショナルタイムの1点を守りきりました。その固い福島のブロック、こじ開けることはできませんでした北九州、5試合ぶりの勝ち点3、福島がアウェーで貴重な勝ち点をもぎ取っています。